明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年も明けて気がつけばもうロアッソの指導日となりました。そうだね。シーズン中はトレーニングマッチ以外は練習見に行かない私ですが、今年も初日の練習には行ってきました。午前中の練習だね。午後は行きませんね。だって去年だったかは3時間ぐらい普通にやってて暗くなってました。なので今日は午前のみ。にしても午前は観客多かったね。天気も良かったし、連休だったのもあり150人ぐらいはいた気がします。練習は大本以外の28人で行われました。ニュース情報です。全員でインになってパス回した後にゴールキーパーは別メニューで、フィールドプレイヤーのみでパス回し。常時動きっぱなしでしんどいだろうけどいい雰囲気だったね。ですね。9時50分ぐらいに着いたらもう始まってて開始早々劇が飛んでいました。大崎がいろいろ言われてたね。しかめっ面でやるな、笑顔でやれとかですね。特別指定で去年から練習に参加していたのもありいじられキャラなのでしょうか。その後は全体で攻撃の連携の練習。90分ほどで午前は終わり。終わりといってもクールダウンで20分ぐらいは走ってたけどね。去年もでしたが初日から攻撃の連携ってのも大木監督らしいですね。あとハードさもね、単に走るだけとかはやらないけど、常に動くメニューの連続。最後の連携練習も見る人が見れば今年のシステムとポジションがわかるんでしょうが、私にはわかりません。ぶっちゃけるね。だって新加入多いのと髪型変わった選手やらでまだ背番号なしでは見分けつかない。そんなこんなで今年初練習の話でした。今年はプレシーズンの練習試合が公開されて休みが合えば県外にも行きたい。もう3年ぐらいプレシーズンは練習試合行けてないもんね。以上2023年ロアッソの初練習の話でした。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントお願いします。それでは、チャオ。